おはようございます。今日も始まりました。今日はすごい突然なんですけど、マントラを唱えたいと思います。若干いつもより緊張してます。そう、緊張してるんですけど、マントラが何かっていうことはちょっと正直私自身があんまりよく分かっていないので、そこは説明ができないんですけど、その言葉を聞いたことがある人も多いと思う。マントラで、ここ最近私すごいインドにものすごく惹かれていて、そうインドで、なんか動画を、インド関係の動画を見たりしてて、結構で、なんか見てるから結構おすすめとかで上がってくるんですけど、で今朝の YouTube でこうおすすめで上がってきたのが、マントラの動画だったんですけど、それが「オームナムシバヤ」っていう、マントラの言葉の動画だったんですよ。で、なんかそれがすごく気になって再生したんですけど、ちょっと再生する前、嫌な予感がしてて、案の定再生したら、ちょっとものすごかったんですよ。なんか、恐ろしく強力な強かったんですよ。エネルギーっていうか、パワーっていうか、なんかすごくて、で、ちょっと聞いて
最初再生しているだけで聞いてたんですけど、なんかそれですごい頭が痛くなってきて、そう、頭が痛いから、うわ、これちょっとやめようかなって思ったんだけど、なんかで一回閉じたんですよ。すごい、なんだこれはっていう感じで、まあ、一回閉じたんだけど、でなんかでもすごい気になったから、もう一回開けてみようと思ってこう流して、で今度は自分でその言葉を、マントラを唱えてみた。そしたらその頭が痛いのがスッて消えて、なんかスッて消えた。でこうすごい、なんて説明したらいいか分かんないけど、安心の感覚に変わって、その安心っていうところは、なんだろう、すごい不思議な感覚なんだけど、なんか力強さのような気もするし、なんか悲しみのような気もするし、なんかすごい不思議な感覚で、でもなんかすごい落ち着いた。そうだから、そうですごい、何回も唱えてたんですけど、でその「オンナムシュバヤ」っていうマントラ、う、シュバって破壊の神、ヒンズー教で破壊の神として知られてるらしくて、まあその宗教のこともあんまり私はよく分かんないから詳しくは言えないんだけど、まあなんかそういう、そうらしい。オウムっていうのは聖なる音って言われてる。オウムって OM なんだけど、でも発音的には AUM、 オウム、ちょっと難しいかもしれないけど、オウム、聖なる音で宇宙の根源の音がオウム。でそのまあでも意味は、意味っていうよりすごい、
音の感覚ですごい本当に唱える、自分で唱えるってことは、なんか音を自分で感じるっていう、自分の体で感じるっていう、耳で聞いたり頭で理解するんじゃなくて、自分で唱えるっていうのはそういうことかなって。で、まあ、そのマントラをこれから唱えたいと思います。シヴァーヤーアーム、ナムシヴァーヤーアーム、ナムシヴァーヤーシヴァーヤー、アムナム、シヴァーヤー、アムナム、シヴァーヤー。シヴァーヤあと5回いきます。シヴァーヤー、アムナム、シヴァーヤー、アムナム、
芝やオンナム芝なんか よくわかんないですね。よくわかんないんだけど、ぱり音って音って、なんか音を自分から出すってすごい大事なことだなってすごい思った。なんか出してると気持ち悪い感覚になる時もあるし、なんかすごい一瞬すごい気持ちいい感覚になる時もあるし、とにかく出すことがすごい大事な気がした。大事っていうか、それが自然なことのような気がした。オンナムシバヤ。オンナムシバヤ。そう、今日はこれをやってみたかったんですよ。私にとってはちょっとした挑戦でした。今日はこれで終わります。